さあやってまいりましょう。手持ちの積むすべて紹介し終わるまで終われません。続きましては不思議の国のアリスよりもヤングオイスター。はい、マイツモを潰すミッションとかだったら、潰すってあれだな、なんか一気に殺伐とした言葉チョイスしちゃったな。まあいや、うん、ということなんで、うん、まあマイツモを潰すねミッションだったらこんな感じでデュン。あ、でも大してあれだね、変わんないね。やっぱこれも初期面だからかな。ヤングオイスターも初期面なんですよね。だからあんまりまあね、というか未だにその初期メンバー系のそのツムって出てくるのかな。ぽよん、 M サイズでこれだもんな。今時 M サイズでこれしか消えないってなかなかないと思うんだけど、ぽよん。あとはあれだね、こうつなぐスキルに関してはそのやってる人のレベルカーブってところだからね。僕なんかね、そんな大したね、そんな大して上手じゃないんで、はい、お、今回なんかめっちゃドヨン。あー、ちょっと若干ミスったな。ちょっと若干ってなんか超少なくみたいな感じだな。ボヨン。え、嘘。あ、そうなのね。はい。まあでもなんだろうな、やっぱり自分の粒が溜まるからいいんじゃない。いやーにしてもね。いや別に何も話題ないけどね。フェイントー、ほい。あ、ちょ、もう間もなく終わるね。うん、まあこんなもんじゃないかなってところですね。はい、ということでですね、まあ、ヤングオイスターは下の方にツムが溜まっていくんで、だから下に溜まるからコインもなかなかたまらないんじゃない。ボンもね、いいところでさばけないからちょっと難しい感じがしますね。はい、ということでヤングオイスター不思議の国のアリスでした。バイバイ。